ミエシュコ三世イスタルイは、ポーランド大公。ボレースワフ三世と二度目の王妃、サロメ・フォンベルク・シェルリンゲンの4、男として生まれた。プワディスワフ二世のイボ帝ボレスワフ四世の同母帝ヘンリク、カジミエシュ二世の同母に長命であったことから老公と呼ばれた。ビエルコ・ポルスカ・ピアストケノソ。父が国をご分割して、息子たちに相続させ、 クラク不良を年長の者が治め、ポーランド大公となると遺言状に定めたことから、ポーランドは分裂の時代にあった。ミエシュコは、ビエル・コポルスカ公であった。1173年、ドーボニー・ボレスワフ4世の死後ポーランド大公となるが、弟のカジミエシュ2世によってその座を追われ、ビエル・コポルスカ公位も、長男オドンに奪われた。しかし、福井の野望を捨てず、 1202年に亡くなるまで4度も、クラクフへ舞い戻り、大公くらいの脱会、廃位を繰り返した。1202年に、いのレシェク一世から大公位を奪い、4度目の大公になった直後に81歳で死去。罰師のブワディスワフ3世が大公位を継いだ。オドンは、ミエシコ3世に先立って亡くなっていたため、孫のブワディスワフ・オドニツが、ビエル・コポルスカを継いだが、 幼少のためブワディスワフ3世が、後見人となった。1140年頃、ハンガリーオーベーラ2世の娘エルジェーベトと結婚。1154年頃、キエフ大公女エウドクシアと結婚。ありがとうございます。